岡奈子さん20周年デビュー20周年おめでとうございます。イエーイどうも渡辺和弘です、えー。ね。すごいっすね。デビュー20周年ね。えっ、ー、と2020 20年間。その素晴らしい歌声をえ轟かせてきたということで、えー、素晴らしいと思います、えー。おめでたいことでございます。はいでうん。あのー ね。でも20周年ってまだ通過点な気がしてて、かなちゃんなんか特にあのー、まだどん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 歌っていきそうなえー。気配と確信と、えー、に満ち溢れてる感じがしますけれども、もこれからも頑張っていただければと思いますね。自分なんかそのかな？ちゃんと会った時出会った時っていうのは？あのー、佐々木重そのドラマは佐々木重その隣で。 なんかリハーサルかなんかに行ってる途中かな CD こうパンってかけて、えー、そこで流れたのが「ブレイズアップ」っていう曲だったんですけど「なんじゃこりゃー!」みたいな感じになって「この人は誰?」って言ったら「いや今手伝ってる子」とか「今一緒にやってる子」とか言って「すごいっすねー!」っていうのをマジで興奮してて、あのー、ったのを覚えてます、はい、そしてその衝撃っていうのはもうやっぱりかなちゃんが歌うたびに感じ実は感じてて。 歌を聴くたびにやっぱり感じててすごいなあすごいなあ感動するなあなんかこう突き動かされるなあっていうのはやっぱりいまだに感じていまして新しい曲が出るたびにでやっぱそれはすごいことだと思いますなのでですねこれからももっともっといろんな感動を与えてくれるだろうとあの僕は信じてやまないですはい。 うん、そんなかなちゃんの制作とかにね歌手とかであの参加させてもらったりとかするのはすごく光栄ですしこれからも、まま、よかったらよろしくお願いします <laughs> えーね、えっ、ー、とこれからもね素晴らしい歌をあの待ってますんではい、えー、歌っててくださいありがとうございますそれじゃあおめでとうございます